こんにちは、ホタルです。シーズン6がいよいよ大詰めに入ってます。で、天下騒乱の交換所が本日より来ましたので、そちらの方を見ていこうかと思います。期間の方はですね、20日の昼から26日いっぱいまでとなってます。これはですね、天下騒乱のが終わって形成決着になる期間と、同一ですので、それまでに、まあ、悔いのないように、いろいろ暴れ回りましょうっていう感じですかね。で、いつも通りですけど、商店の方で極意が購入できます。で、1、2、3が、20% ずつので、一番高いやつはですね、2個まで買えて、かける2ついてきますんで、これで 40%、80% ですね。で、高校が、足したら 60% ですんで、140% までアップはできます。で、結構ですね、まあ、皆さんそれぞれ状況によって違うとは思うんですけど、軍令書があんまりないとかいう方も、いらっしゃると思いますので、まあそういう方とかで、まあ普段課金してる方とかはですね、1000円のやつぐらいは買ってもいいんじゃないかなと思います。報酬がかなり豪華になってますのでね。まあそこら辺は、各々の、なんていうんですかね、まあトレードオフというかバランスというか、で買っていただくのがいいかと思います。私は多分1000円のやつ1個は買うかなっていう感じはしてます、今のところですね。またお越しください。はい、それで、ポイントの獲得の仕方なんですけど、こちらになってますね。前は他大名家との戦闘とかでポイントがなかったんですけど、まあ、変わってですね、今回も、他大名家と戦うことによってポイントが得られるようにはなってます。で、前からある、まあ、ベーシックというかな、ポイントの獲得の仕方としては、族の討伐と調達ですね。で、族は1体につき200で、調達は、完了時に1回につき300ポイントになってます。こちら気をつけてほしいのがですね、調達を完了させた時ですので、途中で戻した時っていうのはポイントがもらえないです。で、今回もどうなってるのかな、変わってないのかなと思ってやってみましたけど、もらえなかったので途中で戻した場合、完了させるっていうところに気をつけてください。で、空白地の、制圧で、各ポイント、ランクによってポイントがもらえるのと、他大名家領土の場合だと、ちょっとずつポイントが上がることになりますので、まあ、制圧するんだったら他大名家の領土を制圧した方がポイント効率はいいです。ただ、まあ、制圧できるかどうかは別の問題ですけどね。で、ちょっとダメージ関係のところは飛ばして、あとは砦戦への参加で500ポイント、工場戦への参加で1000ポイントもらえますね。で、当初ですね、天下騒乱のタブが、もうすでに来てますけど、まあ、こちらの方が1個につき200ポイントもらえます。で、一問ミッションの限定タブのところに、追加されてるミッションがありますけど、そちらの方でも200ポイントもらえますということで、で、あと治療両替伝授で、各、数値ごとに、50ポイントずつとかもらえます。で、ここ結構1万獲得ごととかですんで、まあ、端数、取っても意味がないとかいうのがありますんで、両替と伝授はですね。そこはお気をつけください。最大にしたらなんか例えば3万6000とかになってて、6000分は意味がないとかいうこともありますんで。で、あとですね、両替と伝授はですね、まあ、あり余ってるんだったらいいんですけど、資源が。まあ、そんなに効率というかなんか美味しくないので、まあ、おすすめはそんなにしてないです。まあ、ついでというか余った分をっていうのでいいかと思ってます。で、商店での購入小判の方が10ごとに10、両国銀は100ごとに10になってますね。で、小益が、100獲得ごとに20ポイントになってます。で、交易はですね、獲得量倍が今来てますんで、まあ、短い時間のところに出して何回も何回もっていうので、まあ、千何百とか、一回の交易でもらえたりしますんで、まあ、5時間ちょっと、6時間弱とかで、1300とか1200とか獲得すればっていうのが、ポイント獲得においては、効率がいいですね。で、ちょっと戻りますけど、他大名家領主の里への攻撃が25ダメージにつき1ポイントもらえますので、まあこれ
がですね、まあ大体5万前後とかの人が多いと思います。砂糖の耐久値っていうのが。ですので、まあ5万削った場合ですね、まあ、2000ポイントもらえることになりますので、まあこれが、まあ本当は一番、美味しいっちゃ美味しいんですよね。まあ、相手も無防備じゃないだろうし、自分一人で砂糖を5万削るっていうの結構、そういう状況が来るのかっていうところはありますんで、まあ理論的にはこれが一番美味しくはありますっていうのと、あとはですね、マップ上で他大名家領主の部隊を攻撃したら、15ダメージにつき1ポイントもらえますと。で、これがですね、まあ大体皆さん、兵力の方が1万2000前後くらいになってると思いますので、まあ、適性が低かったりすると、まあ、1万とかですかね。とかになってます。なると思いますんで、まあ、1万2000で考えた場合、敵部隊を、自分一人で、倒し切った場合はですね、800ポイントもらえることになります。なので、まあ、一番稼ぎやすいのは、もう、他大名家の領主の里の攻撃と、他大名家の領主の部隊への攻撃で、まあもちろんこっちが、ダメージ与えなきゃいけないんですけど、っていうのが、一番効率いいです。で、さらに言ったら、工場戦や砦戦では、25ダメージにつきっていう風に、レートが上がりますんで、まあ、まあ、それよりかは、領土で戦った方が美味しいかなっていう感じですね。まあ、工場戦はそう、なんていうんですかね、意図して起こすっていうのもなかなか難しいとは思いますんで。まあ、マップ上で、戦って、まあ、できれば里へも攻撃して、で、さらに、こっちに治療が、兵士1000につき50ポイントもらえるっていうのもありますんで、まあ、失った兵士は、治療で回復して、まあ、さらにこっちでも稼げるみたいな感じですね。で、前ですね、出雲のお国の説明の時に、治療、負傷兵の数ですね、が全然、このゲーム、出なくてっていう話をしてたんですけど、知り合いの方からですね、ツッコミいただきまして、さすがに1割は少ないっていうふうに言われましたね。で、技術の方もですね、負傷兵の消滅の分の 8% を負傷兵に変換するとかいうのがありますんで、それとかも含めたら、まあ、2割から3割ぐらいは負傷兵で、帰ってくるっていうふうに、指摘を受けましたので、まあ、確かにって、感じでだったので、ちょっとそこのところは、1割って言ってたところは訂正させてください。まあ、2割から3割ですかね。3割ってその方、3割ぐらいだねってその方は言ってましたけど、お詫びと訂正させてください。なので、それを活用してですね、治療、他大名家と戦って治療してっていうので、22ポイントが獲得できますんで、できればですね、そういう形でポイント稼いでいくのがいいかと思います。族の討伐をひたすらやるとかでもいいんですけど、それ1体につき200ポイントで、まあ、鉄砲で2体巻き込んだとしても、まあ、そう毎回巻き込めるわけでもないので、訓練書1枚につき300ぐらいになるのかな、平均。全部鉄砲でやって、全部巻き込もうとしてですけど、ってな、考えると、まあ、次、商品紹介していきますけど、それで200ポイントでやっていくと、かなりの数の軍令書がいるので、まあ、やっぱり、他大名家と戦うのですね。プレイヤーと戦うのをおすすめしておきます。はい。じゃあ、商品見ていきましょうか。まあ、おすすめなのはですね、まあ、900確定地形がまずあります。で、S6 と、S4 と S3 と S2 がありますんで、まあこれだけでですね、4枚ありますよね。で、6万ポイントなので、これだけで24万ポイントになります。で、さっき言ったように族を、倒すことで200ポイントですんで、まあ6万ポイント貯めるのに200で考えたら300いるので、軍令書300枚使って、まあ、自然回復はありますけどね。で、やっと1枚900チケがもらえるっていう感じですんで、まあ、どんだけちょっと全取りっていうのが厳しいかっていうのは、ちょっと、まあ、期間が結構長いんでね、っ
っていうのはあるんですけど、まあ、ちょっときついっていうのそれだけだときついなっていうのは、ご理解いただけるかと思います。あと筆くじの S6 はですね、まあ、端数とか残ってる人とかはこれやってもいいかと思います。で、あとはもう、特別塗料の、850、900はですね、結構ひどかったですね。オブさんが 90% で残りが 25% ずつとかだったので、まあ、オブさん足りない人はいいんじゃないかなと思います。で、あと特別塗料の SSR 確定の方はですね、まあ、いつも通りでしたね。あ、失礼、オブさんじゃないですね。あまりさんが 90% ですね。で、こっちの方が、オブさんが60で、あまりが30で、残り 2.5% ずつですんで、まあ、そこにかけるっていうのもいいかとは思います。で、850チケとかは、貫突終わってない人は 25% ずつなんで、ここもおすすめですね。で、まあ、特別投与 SSR 確定はもう、いろんなところに出てくるんで、詳しくは言いませんけど。で、S3 の850確定も、私の場合は雪高が終わってないんで、ちょっと惜しいかなとも思ってます。こちらもですね、終わってない方とかで欲しいのがいる方はいいかと思います。で、機長がですね、ここいるので、他が1500で、機長だけ1000ですけど、まあ、機長を、突上げるっていうのはいいと思います。ここも6万で結構高いですよね。で、850チケも、まあ、このメンバーなんで、欲しい方はっていう感じですかね。なので、まあ、900チケの4枚と、こちらで基調ですね。終わってない、基調終わってない方は。が、一番優先度が高いかなと思います。で、あとは、人によって、まあ、850チケとか、850、900とか、の方を取っていくっていうのも、おすすめになってます。で、ここら辺のはもうおなじみのやつですね。利権も同じで、増員はですね、ダメージ計算式とかが変わって、まあ、兵力がまあダメージに与える影響っていうのは下がったんですけど、まあ、それでも増員で部隊の兵力上げてっていうのは非常に重要ですんで、増員の秘伝箱っていうのもおすすめですね。増員つけるとですね、まあ、HP が上がるみたいなものなので、まあ、防御バフとも言えるんですよね。で、まあ、それが、まあ、1割なり何なり上がりますんで、2つダブルつけたら、20%。とか上がりますんで、これがイコール防御バフとはならないので、1割から2割上げると、まあ、大体防御バフ 100% 分前後ぐらいに想像しますんで、増員の方あるといいかと思います。特に右側とかですかね。左側は合一で右側は増員とかいうのがいいかなとも思いますので、まあ、どっちも増員とかもでも全然いいんですけどね。で、まあ、秘伝箱の家電ですね。S6 ってついてるやつは真田家が追加されてますんで、まあ、今までこの4つでしたけど、真田家もあるので、これもおすすめです。真田関係使う人はですね。あとは、ま、名所投与場は、ま、いつも通りですね、3万ポイント10個だと、ですけど、これもおすすめです。で、名所投与の方は、ですね、シーズン終わりますんで、50回天井のところの調整用にも、あるといいかと思います。まあ、無駄に引いて、なんか20、あと25で天井とかいう状態でシーズン終わるとかいうのももったいないので、そこら辺は気をつけた方がいいかと思います。あとは、玉鋼とかも、まあいいですね。で、設計図のここら辺ですね。まあ、SSR の設計図が1個2万なんで、これちょっときついんですよね。きついんですけど、まあ、SSR の設計図って今まで全然おすすめしてこなかったんですけど、もう SR の、統率が3とか以上のやつっていうのをもうほぼ全員分もあって、 SSR の強いのが欲しいっていう人だとありですかねっていう感じですけど、私ももうその状態なんですけど、ちょっと2万は重いんで、まあ、スルーしますけどっていう感じ で逆にこっち SR は1000とかなんで、まあって感じですね。あとはですね、もう他のところ、ここからかな？ここから入ってきますけど、シーズンで、
リセットされる、消えちゃうものにここからなってきますんで、まあ、そこはですね、もう一週間ないので、気をつけて選んでください。まあ、陛下玉とかはもうさすがにいいかなっていう感じですかね。連達とかも。まあ、動き回るために受領点入れとかはいいかと思います、買っても。非関連も戦争の激しいところとかはですね。で、あとは、殴り合いのために、徴兵令っていうのは、まあ、ありはありですけど、まあ、200の10個なんでっていう。倍になったところまでは買わないでいいかもなとは思います。まあ、調達もいいかなと思いますけどね。まあ、玉鋼とか、高狩り関係の有効度とかの場合はありかもしれないです。取りたい場合はですね。まあ、そんな感じですかね。まあ、あとは、もういいかなっていう感じ。あ、交流更新令はいいですね。まあ、大体出ないですけどね。有効度1900、テム900のやつは、まあ、ほぼ出ないですけど、まあ、トライしてれば、いずれ出るので、出るときは、一気に出たりもしますんで。って感じですね。で、まあ、最後の波数とかは、動線に変えちゃいましょうっていう感じで。はい。こんな感じですかね。天下騒乱のイベント。まあ、900チケがいっぱいもらえますし、まあ、交換のリストには上がってますし、まあ、ここの、元成とかですね、元地下とかの波数とかが欲しいっていう人とかも、いいと思います。なので、基本的にはガチャチケが最優先で、まあ、貴重のこれのために、この選抜の、S1 有効度箱あたりが、まあ、最優先になってくるかとは思います。で、まあ、あとは気をつけなきゃいけないところは、この花びらのマークついてるやつですね。は、シーズン6終わったら消えちゃいますんで、持ち越せないっていうことを忘れないようにっていう感じですかね。はい、シーズン6も終わりますんで、まあ、シーズン7に向けて、あとシーズン6で悔いが残らないように、最後のイベント楽しんでいきましょう。次の動画は多分ですけどね、雪村の動画、ガチャ動画になるのかなって感じですね。ちょっとまだ悩んでますけど。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。それでは。